魔法世界へようこそ。きっとこのような本に興味のある方は、幸せになりたい、ずっと抱いている願いを叶えたいというお気持ちがあると思います。この本にはそんなあなたのご希望に沿った魔法の呪文やアイテムがたくさん取り揃えられておりますよ。王冠などのアイテムを使って楽しく軽い気持ちで自分を愛しながら願いを叶えて、毎日キラキラ輝くための秘技を伝授いたします。それだけではなく、この本はあなたに衝撃を与えるかもしれません。なぜなら、今までごく一部の人しか知らなかった秘密を余すことなくお伝えするからです。本当は秘密のままにしておきたいような、それくらい極秘のものなんです。そしてその秘密は、あなたがサナギから蝶に帰るほどの劇的な変化をもたらすでしょう。このようなご時世ですから、きっとサナギから出るのが苦しい方もいらっしゃることでしょう。だからこそ、あなたにだけこの世界の秘密を特別にお伝えしたいのです。願望実現の方法における主流は、波動を整えて望む未来を引き寄せるという類のものだと思います。ですから、ポジティブな気持ちを大切にすることや、心地いい状態でいましょうというような教えがメインとなっています。しかし、生きていたらどうしても不安や恐れが出てきてしまいますよね。そんな時に自分の感情をコントロールするのはとても難しいことです。人は本能として不安を感じやすいからです。この本では、なぜ不安や恐れが出てくるのか、その根本原因とメカニズムを解き明かし、その対処法をしっかりとお伝えします。そして、波動を整えて望む現実を作る方法よりも、ずっとずっと簡単な、今望む現実にすでにいることを思い出し、波動の方からあなたに合ってくる方法を、可愛いアイテムや呪文を使って伝授いたします。この世界のからくりを知ったあなたは、なるほど、そういうことだったんだとワクワクされるはず。そして、ネガティブな感情を抱いているご自身を否定せず、今まであなたに起こった様々なことを丸ごと受け止めることができるでしょう。それどころか、それら一つ残らず全てが宝物だったことを思い出し、あなただけの美しい模様のきらびやかな蝶の羽を広げられることでしょう。そのお手伝いができることをとても光栄に思います。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、幸運な人だけが知っている魔法の王冠、自己愛を高めて夢を叶える秘訣という本をご紹介します。皆様、魔法の時間がやってまいりました。なんと、どなたでも自分の願いが叶いまくってしまう魔法があったんですよ。これはご紹介しないわけにいかないでしょう。それに見てくださいよ、この可愛い想定を。この本を読んでるだけで気分は上がって、ヒーリングの魔法がかかっちゃうような気がしますよね。願いを叶える魔法を得るために、徐々に基本を学んで、呪文やアイテムを知り、秘密や奥義を教えてもらう。そんな、まるでキラッキラの魔法学校に入学したような感覚になってしまうのが本書なんです。著者は、ミミネコさん。YouTube のチャンネル登録者数11万人を超える人気占い師であるミミネコさんは、最高傑作の自分に戻ること、ありのままの自分を愛することをメインテーマに活動されています。イタコ家系に生まれ育ち、幼少期から不思議な存在を感じ続けてきた彼女は、その持ち前の直感力を活かして始めたカードリーディングが話題となり、瞬く間に人気 YouTuber になったんです。ミミネコさんが何よりも得意とするのは、望む世界を想像する、いわゆる引き寄せ、現実創造、願望実現。そのごく一部の人しか知らなかった秘密、そして本当の奇跡が押し寄せる心の封印を解く呪文とアイテムや、願望実現のための秘技、奥義など、様々なことを教えてくれているのが本書なんです。本動画では、その本書の雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も、幸せのチャーム探しがございます。この金色のカエルのチャームを動画のどこかにいくつか置いておきましたので、
見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットです。果たして何個あるのでしょうか。全部でいくつあるのかは動画の最後にお伝えしますね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。魔法のアイテムさえあればと思っていた頃、あなたは子供の頃、変身もののアニメに夢中になったことはありませんか？主人公が呪文を唱えながら魔法のアイテムを一振りすると、あら不思議。まだ幼い少女が大人っぽい魔法戦士になって大活躍。そんな世界観に夢中になって、私は将来セーラームーンになるんだ、なんて思ったことはありませんか？まさに幼い時の私は、主人公が持っているあの魔法のアイテムさえあれば、私も変身できるんだ、と信じていました。そして母に泣いて頼んで、おもちゃ屋さんで売られている魔法のアイテムをとうとう手に入れたのです。ドキドキする気持ちを抑えつつ、魔法のアイテムを振りかざしながら呪文を唱えたのです。ドキドキドキ。そーっと目を開けて鏡の中の自分を見ました。あれれ、最高の瞬間を体験するはずでしたが、そこに映っていたのは、ちっぽけないつもの私。アイテムを使って何度も何度も呪文を唱えても変身できなかったのです。今だったら笑い話になるような微笑ましい話ですが、幼心にとてもショックで、この世界はそんなものなんだな、なんて、まだ小さいのに世知辛いことを感じていたのです。誰もがそんな、この世界にがっかりするような思いを抱いたことが、一度や二度はあるかもしれませんね。あの瞬間、実は魔法は発動していた。皆さんの中にも、魔法のアイテムを使っても変身できない自分を見て、魔法なんてないんだ。あのアニメの主人公のようには決してなれないんだ。と感じてしまった方がいるかもしれませんね。自分は何でもできると無邪気に信じていた気持ちがいつの間にやら消えていって、世界はそんなに甘くないと考えるようになった方もいらっしゃるのではないでしょうか。そうでなくても大きな夢を誰かに話したとき、現実を分かってないねと笑われて、夢を抱くのは恥ずかしいことなんだとご自身の力を小さく閉じ込めてしまったかもしれませんね。ふと気づいたら、一般的に言われる現実や常識に飲み込まれて、なりたかった自分とはちょっと違う今の自分を生きている。もしあなたがそんな体験をしていたとしたら、あの時の魔法は本当はちゃんと発動していたということに気づいてほしいのです。アイテムを使って呪文を唱えたあの瞬間、世界は本当は確実に変わっていたんです。鏡の中の少女の姿は変わっていなくても、目に見えない領域であなたは憧れの存在になっていた。だけど諦めたから、その目に見える世界での変化は止まってしまっただけなんです。ただせっかちだっただけです。スピリチュアルの世界で言うタイムラグという言葉を聞いたことはありませんか？思い描いたことはその場で本当はすぐに発動し現実化するのですが、この地球では目に見える形で現れるまでに時間がかかるのです。しかし、あなたの目の前に形として現れていなくても、あなたの知覚していないパラレルワールド、平行世界ではもうそれはすでにあるのです。平行世界をわかりやすく言うと、例えば今朝ご飯を食べた世界とご飯を食べなかった世界が平行して存在するということです。あなたは憧れの存在である自分をちゃんと生み出していました。そう、あなたが思い描いたことはすべてあるのです。あなたの思いが作り上げたものからぶれることなく、それを選択し続けることで、ベストなタイミングでそれは目の前に現れます。ぶれることなく選択し続けるとは、信じることです。途中で疑ってしまって信じられなくなることがブレるということです。もしブレてしまっても、また信じ直せばいい。
とってもシンプルなんです。あなたは望めば本当は何にでもなれるのですから。感情があなたを豊かな世界に導く。この世界にはたくさんの人たちがいて、考えることも好きなものも得意なこともバラバラです。みんな個性豊かなんですよね。ですからあなたにはあなただけの才能があって、それを生かして好きな人や物に囲まれて豊かに暮らすのが自然なんです。だけどいつの間にか世間の荒波に揉まれて、社会人だからこうしなきゃ、暮らしていくためにはお金が必要だから襟好みしている場合じゃない、こんなお家で暮らしたいけど今の収入じゃ無理などとご自身を枠にはめてしまっているかもしれません。もしも現在あなたが今は全然自分らしいことをしていないし、むしろ我慢や嫌なことばかりしているという状況であれば、苦しみや悲しみを感じたり、中には漠然とした怒りを感じたりしているかもしれません。この苦しみ、悲しみ、怒りは一体何なのでしょうか。文字通りあなたを苦しめるためだけに湧いてくるのでしょうか。違います。これらのネガティブな感情はそっちじゃないよとあなたに教えてくれているんです。あなたの進む方向はそっちじゃないよ。もっとあなたらしい道があるよという合図です。だからこそネガティブな感情は苦しさを伴っているというわけです。あなたが望まない方向に行かないように、ネガティブな感情は悪いものではなく、あなたの味方、感じても大丈夫なんです。感情はどんな時も人生の羅針盤のようなものです。あなたらしい方向に進んでいたらワクワクしたり安心したり、ポジティブな感情が湧いたりします。逆にあなたらしくない方向に進んでいたら、辛くて暗くて重いネガティブな感情を抱きます。とってもわかりやすいですよね。あなたは感情という羅針盤を持っているのですから、それに従っていけば間違いありません。それが一番確かなものなんです。とはいえ、どうしても目に見える現実に飲み込まれてしまったり、今までずっと我慢してきたせいで急に変わっていくのが怖いと感じてしまったりする方がいると思います。だからゆっくりご自身のできる範囲でいいので、明るい気持ちを感じる方向に進んでいってくださいね。少しずつ少しずつ世界があなたに優しくなるはずですよ。この世界はあなた専用カタログ。この世の中には素敵なものがいっぱいありますね。グリーンの透き通るような海、大好きなミュージシャンのライブ、ラグジュアリーホテルの夜景が綺麗なスパ、キラキラ輝くジュエリーや洋服、素朴な子供たちのとびきりの笑顔、大ヒット映画のうっとりするようなラブストーリーなどなど、人それぞれ素敵だなと思うものの好みはあると思いますが、実はそのものや人たちはあなたのためにあるんです。あなたに選んでもらいたくて、あなたのそばに行きたくて、今か今かと待っています。あなたはまだ気づいていないかもしれませんが、実はこの世界で目に見えるものはあなた専用カタログなんですよ。結婚式の引き出物などによくあるギフトカタログをご存知ですか？あらゆる商品が一冊のカタログの中に紹介されていて、その中から好きなものを一つ選べば、自宅にそれが届いたり、体験ができたりします。でも、ここで言うあなた専用カタログは、選べるのは一つではなく、いくつでも好きなものを遠慮せずに選んでいいのです。しかも、先のギフトカタログとは違い、価格帯はそれこそ、大なり小なり何でもあり、この世界はあなたの世界なんですから。例えば、最高級の宝石を身にまとって、レッドカーペットを歩くハリウッド女優も、大好きな彼氏とラブラブでお仕事も絶好調な親友の〇〇ちゃんも、たまたま SNS で見かけたセレブな暮らしをしている見知らぬマダムも、あなた専用カタログの一アイテムなんです。あなたの目に見えるものはすべてあなたに選んでもらいたくて、今か今かと待っていると言いましたよね。
たとえそれがあなたにとって他人の所有物、他人のストーリーであっても、あなたはそれを選ぶことができるのです。カタログのオーダー方法は超簡単。この世界ではむしろ他人を伴ったカタログが多いものです。あなたが体験していないことってピンときませんよね。だからまず他人があなたに見せてくれるんです。彼氏とラブラブだとこんな感じだよ。セレブな暮らしはこんな感じだよ。どう？というふうに。けれどもそれらが自分のカタログだとは気づかずに、ああ、あの人はキラキラしてていいな。それに比べて私の現実は、なんて専用カタログを素通りしているんですよ。なんてもったいない。宇宙からすると、選ばないのかいって突っ込みどころ満載なんですよ。そもそもオーダーできないものは、あなたの目の前には現れないのですから。え？そんなこと知らなかったんですけど、じゃあ、オーダー方法を教えてくださいよ、という声が聞こえてきました。了解です。オーダー方法はとっても簡単。あなたがいいねと感じたり、共感できたりしたものが、あなたの元に届くようになっているのです。なんとびっくり、簡単すぎると思いませんか？もちろんお金はかからないし、これほどお得なことは他にありません。ですが残念ながら、この超簡単なことに意外とみんな気づいていません。夢や願いがあって、それが目に見えてもいるのに、オーダーできていないというケースが非常に多いのです。例えば、あの人素敵、いいな、輝いていて眩しい、と思ったにもかかわらず、次の瞬間には、あの人は私と違って特別なのよ。私とは違う別世界の人。私はきっとこうはなれないから、見るのも辛いな、と感じてしまうことがあると思います。その思考が、私はこれを受け取りません、という逆オーダーになっているんです。そして、今の自分の現状と似ている人に共感してしまうというわけです。今月も家計がピンチ。わかるわ。結婚は妥協の連続。そうだよね。現実を見なきゃ。ダイエットにはリバウンドがつきもの。綺麗に痩せるなんて苦行だよね、というように。これらの共感が続く限り、自分の現状も変わらない、というオーダーを招くだけなのです。今はどのような現実でも、きっとこれから良くなっていく、という希望の感情を意識してください。今、この瞬間、幸運期に突入できる。皆さんの中には、なりたい自分になろう、好きなことをして生きていこうと思って自分なりに行動したけれど、なかなかうまくいかなかったという方もいらっしゃるでしょう。でも、今までうまくいかなかったから次も同じようにうまくいかないというのはただの思い癖です。いきなりいろんなことがトントン拍子にうまくいって、嬉しいことが雪崩のようにやってきても全くおかしくないのです。昨日こうだったから、今日もこうなるというのは幻想です。なぜなら時間そのものが実は幻想だから。カレンダーや時計というものがあるから私たちは時が時系列に進んでいると思い込んでいますが、本当は過去や未来は幻想で、今この瞬間が連続しているだけなんです。私たちは今ここしか体験できません。思ったことや想像したことはその瞬間にあなたの世界に作り出されます。すべてが同時にある。あなたの望むものもあなたの望まないものもすべてが。そうであれば意識的に選んでいこうと思いませんか？もしもあなたが今まで無意識に目の前に見える現実を外から与えられた自分以外のものや情報だと思って受動的だった場合、世界という現実に振り回されていたかもしれません。運命は自分で意識的に選んで動かしていくものです。何度も言いますが、あなたの世界ではあなたに一番力があるのです。今、この瞬間に私は変わると望むビジョンを意図すれば、本当にその瞬間に変わります。今、この瞬間を
あなたは瞬間ごとに作り出しています。だから、今日は昨日の続きではありません。明日も今日の続きではないのです。全部が新しい今なんです。いきなり超幸運期に突入してもいいのだと、ご自身に許可をしてくださいね。さあ、覚悟はいいでしょうか。この本にある呪文とアイテムは強力な魔法効果があります。私はやっぱり変わりたくない。毎日嫌な仕事をして、気の合わない人たちに気を使い、好きな人には振り向いてもらえない日々の方が、実は愛着があるから手放したくない、という方は、そっとこの本を閉じて、二度と開けてはダメです。この本を読んでしまうと、そこから変わらない保証はできませんので。ここから先は、最高の自分を生きる、と決意した方だけが、読み進めていってくださいね。この世界の秘密を明かしながら、あなただけにお伝えさせていただきます。世間一般にはあまり明かされていない不思議なお話もあると思いますが、どうか驚かないでくださいね。今はみんなが変わっていく時なんだな、と改めて実感しています。だって本当は、あなたはこの地球という星で思いっきり遊んで、素敵な出来事を次々に叶えるために生まれてきたのですから。今、現実がお辛い方は、人生がうまくいかないストーリー、願いが叶わなくて、自分に無力感を感じるストーリーを見ているだけなんです。どうしてそういうストーリーをわざわざ見ているのかというと、あなたには、本当は力があるから。力がない、というスリリングな体験を、この地球で見て、感じてみたかっただけなんです。あなたの世界では、あなたに一番力があるんです。そろそろご自身の魔法を使って、あなただけのスペシャルな夢を叶える時が来ました。さあ、あなたの力を取り戻すための封印を解いていきましょう。さあさあ、皆さんはご自身の人生にどんなハッピーなことを起こしていきましょうか。もしも、私は辛くて泣いてばかりだったという方は、これからは嬉し涙や感動の涙ばかりの人生になるでしょう。それがこの世界にすでに最高傑作として生まれたあなたにふさわしい人生なのですから。ミミネコ流の魔法はあなたの人生を全肯定しながら使っていきます。今ここからあなたらしい最高の人生を作り上げていきましょう。ああ、残念ですが、本動画ではここまでです。いつものようにプロローグ程度のご紹介しかできませんでした。本書はここから幸せの魔法の基本、一部の人しか知らないこの世界の秘密、封印を解く魔法の呪文とアイテム、そして願望実現のための秘技、奥義へと進んでいきます。また、不安や恐れの根本原因とメカニズムや、圧倒的に願いが叶う人になる方法、自分のことを好きになれないあなたへの魔法など、幸せになるためのいろいろな知識や魔法を習得していくことになります。とにかく、読んでいるだけで気持ちが上がって、心地よくなって、ワクワクキラキラしてくるような内容です。ミミネコさんの空気感がそうさせるのでしょうか。魔法とか呪文とか、日常では触れない世界観にもスーッと入っていけて、何の疑問もなく、自分が魔法を学ぶのは当たり前。これで幸せになるぞっていう気持ちになっちゃうんですよね。一冊の本としてとっても素敵な世界観が作られているなってめちゃめちゃ感心してしまいました。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えした金色のカエルのチャーム見つかりました?チャームの数は全部で5つです。どうです?見つかりましたか?見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。